どうも、ナオチンです。ユニコーンオーバーロードやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は最強ジョブランキングやっていきたいと思います。このゲーム、たくさんのジョブありますけども、今日はトップ10を発表していきます。それでは早速いきましょう。それでは最強ジョブランキング第10位です。第10位はバイキングですね。バイキングはパッシブスキルのバトルホルン、戦闘開始時にガード不能を味方全体につけてくれるので、いろんなアタッカーとの相性がいいです。そして列攻撃のアクティブスキルを2つ持ってて使い勝手がいいと思います。で、さらにブレイブスキルのバイタライズ、このバイタライズがめちゃくちゃ使えるんですよ。第10位はバイキングですね。続いて第9位です。第9位はワーライオンですね。ワーライオンはバーサーカーとほぼ同じなんですけども、装備効果によってバーサーカーよりもさらに強くなることが可能です。スキルウルフパックですね。ウルフパックによって会心率がプラス 50% されます。なので、ほとんどの攻撃をクリティカルヒットさせることができる。で、さらに HP が高くって回復も持ってるっていうことで生存率も抜群です。そしてブレイブスキルタフネスですね。これによってスタミナをあまり消費しなくなって戦いやすい。第9位はワーライオンです。それでは第8位。8位はシールドシューターですね。専用装備のウッドペッカーがとにかく強い。スパイクボルトで高火力を出すことができますし、クイックリロードで追撃までできる。そしてさらにエイドカバーで味方をかばうことができる。いいですね。そして一番いいのはこれですよ。メディカルエイド。戦闘終了後に HP を回復してくれますので、長期戦との相性がいいです。第8位はシールドシューターですね。続いて第7位です。第7位はダークマーキスですね。ダークマーキスは4人いまして、ナイジェルとベレンガリア、エルゴール、アルチーナですね。特におすすめなのはナイジェルかベレンガリアです。まあ、他の2体もすごく強いんですけども、まあ、ナイジェルかベレンガリアが無難かと思います。もうデバフもできて、攻撃も守りも完璧。もうオールマイティなキャラクターですね。第7位はダークマーキスです。続いて第6位です。第6位はドレッドノートですね。全体的にステータスが高くって攻撃力と防御力は最高です。そしてスキルにも無駄がない。ガードしてもいいし攻撃してもいい。で、さらに必中会心、そしてガード不能もついてて最高のアタッカーになるのは間違いないでしょう。そして装備に風弾のファルシオン、これをつけるとダブルソニックが使えるようになって、飛行系の敵にも強くなってものすごく強いです。第6位はドレッドノートですね。それでは第5位です。第5位はプリンスですね。プリンスの能力自体はそう高くないんですけども、スキルがやばすぎる。まずアクティブスキルのディフェンスオーダーとオフェンスオーダー、もうバフをかけてくれるので仲間がめちゃくちゃ強くなります。そしてパッシブスキルがとにかくやばい。ラピッドオーダー、ガードオーダーで、スナイプオーダーですね、必中になるので、まあどのパーティーでも使えることができるでしょう。で、ブレイブスキル、この2つもすごいんですよね。パッシブオーダーとアクティブオーダー、もうスキルに関してはプリンス間違いなく最強です。プリンスは第5位です。それでは第4位です。第4位はスノーレンジャーですね。何でもできるアタッカーと思ってもらえればいいと思います。とにかくスキルが全て強いです。まず追撃ができます。で、カウンターもいけて、必中もできますし、超火力のチャージ攻撃まで持ってます。で、弓職なのに重装系にも強いっていうので、もうアタッカーとしては超一級品ですね。第4位はスノーレンジャーです。では第3位です。第3位はビショップですね。
回復薬は絶対に必要ですよね。その中でもビショップは回復に超特化されてます。もうこいつを入れないと無理な場所もありますので、ビショップはまあ必須の職業ではないでしょうか。で、装備にラージエイドキット、これを装備することによってパーティーエイド、終了時に全体を回復してくれます。長期戦にものすごく向いてますので、ぜひね、ビショップで、メインパーティーに入るときにはこのラージエイドキット装備してはどうでしょうか。ビショップは絶対必要です。第3位です。それでは第2位です。第2位はハイプリエステスですね。物語の中心となるキャラクターなので、まあ強いっていうのは当たり前かっていうところです。もうとにかく何でもできるやつですよね。回復もできますし、バフもできる。で、さらに攻撃も強いっていうことで、もう入れない理由がありません。で、ブレイブスキルもすごいんですよね。リジェネーションとリザレクション。本当に穴がありません。間違いなく入れてください。第2位はハイプリーステスです。それでは第1位です。第1位はプレイヤー全員が納得するでしょう。主人公のハイロードです。とにかく異常なほどにステータスが高すぎる。もうめちゃくちゃ強いんですよ。で、スキルもどれも強いし、特にブレイブスキルのブレイブオーダー、もうこれ使わない場所ないですよね。もうとにかくチートのようなキャラクターなので、絶対に1位だと思います。間違いないです。主人公のハイロードが1位。はい、ということで今日は最強ジョブランキングでした。今ジョブの数を数えてみたところ41色あるみたいです。しかもこれ上級職のみで、なので下級職も入れると、60ぐらいのジョブがあるのではないでしょうか。かなりありますよね。で、このゲーム、この職業はこれに強くってこれに弱いとか、ちょっとじゃんけん的な要素がありますので、今日紹介したやつが、誰にでも強いっていうわけではありません。もちろん弱点もあります。ですけども、今日紹介したのはかなり強い職業で間違いないと思いますので、ぜひパーティーに組み込んでください。そしてその、弱点を補うような編成をするといいと思います。はい、このランキングですけども個人的な意見が入っておりますのでご了承ください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。